今回も始まりました、鉄矢リミックスアルバム特別番組ディケイドオブメタモルフォーセス。今回のゲストは T 木村さんです。どうも、初めまして。どうも、お世話になります。お越しありがとうございます。とんでもない、とんでもないです。あとはリミックスアルバムにもね、参加していただいて、はい、最後の楽曲ありがとうございます。いや、もうオリジナルと全くリズムが違うものを作ってしまった。いや、あれはね、びっくりしました。うん、木村さんは、そう、木村さんに参加してもらった曲はインソムニア・ウィッシーズという、アルバム2曲目の曲なんですが、木村さんのイメージはなんか和テイストで、まあ、そう、あのね、メロディーがね、あの2拍、4拍やつが多かったから、うん、2拍、4拍だと、これ、リズム変えられるんじゃないかなと思って、うん、で、やってみたところ、まあ、ちょっとちょうどね、これ哲也もフランス、うん、ロシアとかさ、ね、いろんなとこでライブやってるから、うん、なんか外に向けて作るリミックスっていうのがあってもいいのかなと思って、うんうん、オリエンタルなそういうビートが入ったら、きっと勝ち切りいいんじゃないかなと、うん、そうですね、びっくりしました。でもね、僕がね、最初に思った感想としては、うん、オリエンタルとか和じゃなくて、うん、ちょっとね、コサックとかね、ロシアとかあっちの方の風景が浮かんで、やっぱりだから、木村さんの根底ってちょっと、うん、ヨーロッパっていうかバルトじゃない、まあでもヨーロッパの方かな、うんうん、ああいうのがあるんだなと思って、うんうん、前に一緒にバンドやったじゃないですか、うんうん、でブリッツエイジという、うんうん、先ほどの山岡さんもメンバーでいた、うんバンドやってた時に、うんうん、木村さんが出してきた曲、Going Underground っていう曲、うんうん、あれはね、やっぱね、すごいヨーロピアンな感じで、で、ちょっとクラシックとかも入ってて、うん、それのね、やっぱ匂いがね、今回のリミックスも感じたんですよね。あ、うん、俺はあの、うん、山岡みたいにさ、なんて緻密な音作りとかできないからさ、うん、その大げさな、そのシンフォニックとかさ、うん、なんかそういうところで攻めないとさ、木村さん、自分のアイデンティティがなくなっちゃう。やってたんだっけ、そういうクラシック。あ、クラシックはね、もともと家がクラシックだったから。で、やっぱそこだよね、そこが多分出てるんですよ、きっと。そうね。なんかね、俺一番匂いとしてそこを感じました。あとやっぱその、なんだろう、ベースが80年代の音楽になって、うん、80年代の音楽ってね、それこそあのウルトラボックスとかが、はい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 、あのシンセ弾いたと思ったらバイオリン弾いたりとか、はいはいはい、意外となんていうの、密着した、あと、まあ、ちょっとニューウェーブじゃないけど、うん、タコとかね、うん、ああいう、はいはい、クラシックの様子が入ってるような音楽が普通にいっぱいあった中で育ったからね、うん、いやそういう影響が一番大きいのかもしれないけどね、うん、確かにね、そうですね。そう、僕らの共通のものとしては最初にね、もう16、17年前になると思うんですが、うん、木村さんがその当時ムーブというね、うん、3人編成のグループをやってて、うん、そこで僕が昔やってたメガロッパというですね、うんユニットバンドみたいなもので、共演するんですね、うん、まあ熱いというところでしたが、そこで、知り合って、それからまたひょんなきっかけで飲み会で会って、それからの縁でまた先ほど山岡さんの会にも話したんですが、ビサージですね。ビサージ、うんうん、僕らの、まあ、青春のアイドルね、うんうん、ビサージの前座バンドを作ろうというところで、うんうん、木村さんに誘っていただいて、それから割と密ですね。そうですね、うん、あの時ちょうどね、あの山岡とあれね、あの話ってもともとね、うん、山岡っていうのはね、うん、あの実は今この話聞こえるところに座ってんだけど無茶ぶりする男でね、うん、リサージが「木村リサージ来るよ」うん、おいマジで行こうよ」って、うん、そしたらそこに返ってきた LINE の返答が「うん、やろうよ」ちょっと「やろうよ」ってなんだけど「やろうよ」みたいな「でやろうよ」ってっつったら「いや一緒にライブやりたい」うん、そこから動き始めて、うん、まあ、あの絶対無理だと思ったんだけど、まあ、そしたらたまたま指令がつながってて、うん、で、まあ、話ができそうだって言って、で、まあ、そのイベンターの方にあの山子と一緒に挨拶行って、いや、実は、まだ何にも決まってない、曲もないし、うん、あのメンバーも決まってないんで、うん、やるってことになって、で、その後に、居酒屋に行って、うん、どうしよう、やることがあったけど、どうしようって、うん、ボーカルです。もうその瞬間に哲也ポンと出てきて、わあ嬉しいっす、哲也だな、でそれまで出ましたね。そうでしたね。でもそこで、ね、2つ返事でさ、あやるって言えるのもやっぱすげえなみたいな。いやそれやるでしょう。いや、いやでもやっぱそのなんかね、あの瞬発力っていうかさ、うん、だってまず楽しそう、うん、ほんで大ごけしてもなんそんな大きな怪我じゃないでしょ、うん、もうこんだけ生きてきたら、うん、そんな死ぬわけじゃないし、うん、もうね、期待感の方がね、うん、もう勝ってたから、これはね、
で絶対その木村さんがいるっていうのは分かってるわけだから変なもんにはならないわけで絶対的にね。でその時には山岡さんの存在っていうのは知らなかったけど、うん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 、まだ木村さんが誘うんだからそんな変な人じゃないだろうって、なんか集まってみたら変な人じゃないっていうどころか、うん、全員変な人だからね、まあ、変な人だったね、変な人だったね、変な人だったけど、すごいもうなんてね、え、こういうなんだろうレベルというか、うん、エキスパートが集まっちゃうんだみたいな、うん、このバンドやばいなみたいな、そうだね、出来上がったもんもやばかったもんね、やっぱりね、うんうんうん、である種なんていうの、あの個々で成立してる人たちが集まって、うん、でみんながその真ん中のザルにさ、うん、自分のアイデンティティを放り投げていく感じがですね、うん、ああいうのが音楽の発生地点としては一番こうパッションが強いというかね、エネルギーがある感じする、本当にあれはマジックを見ましたね、うん、でなんか本当贅沢な大人の遊びだった、うん、うん、そうだね、ビッグバンみたいな人だからね、うん、で彼がそのスティーブ・ストレンジがあのやっぱ作ったものっていうのは、うん、まあ、あの時代ファッションってなって、うん、ファッションと音楽っていうのに結びついてて、うん、でスティーブ・ストレンジがアピールしたことっていうのはやっぱ自分は人と違うファッションをするっていうことが一つのアイデンティティになってたと思うんです、うん、でそれがそのまま音楽にあのシフトしてたっていうのがあの時代の、だからみんないろんな新しいことやってるんだけど、それぞれでやっぱりからあのアイデンティティが違うっていうのはね、アダム・ジャンツが V2 クラブに来たか分かんないけど、アダム・ジャンツはアダム・ジャンツがああいう大切な感じがあったりとか、そういう自分たちのなんかコンセプトというかね、あのそういうのをしっかり考えてたような気がするよ、ね、今の時代はそれがちょっと薄れちゃったっていうのがね、あの人と近い音をやってると安心するみたいな、それはね、そういうクリエーションの時代に来ちゃってるから、そうですね、なんだろうな、その辺ちょっともうちょっと無謀になってもいいんじゃないかなって、そう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 、だから客があの飽きちゃうと思うんだよね、みんなもう100曲聴いたら100曲中8割ぐらいがほぼ似たような曲みたいな、それはエンターテインメントとしてあんまりだから、うん、あの本来の刺激にはなっていかないんじゃないかなと思うので、うんうん、さっき 山岡さんが言ってたのがね、うん、雑談の中でね、うん、あと10万曲でしたっけ、10万曲このように、うん、この先曲が生まれると、うん、音楽がなくなるから、うん、なくなっちゃうんだって、うん、もう全部やり尽くし、うん、今はだってなんか似たようなばっかりだけど、うん、それが完全にやり尽くされちゃうから、うん、音楽がなくなるから、うん、それは明日にでも音楽をなくすために AI に作らせて音楽を滅亡させてやるっつってすっごいなと思ったけど、でもそこで何かね、この先人間がやるべきことが残るんだとしたら、それをやっぱ見てみたいなって、俺も生きてる間で見てみたいなと思うし、音楽家としてね、まあその時にはその時でね、新しいそのエンターテインメントになる刺激っていうものが出てくると思うんだよね、あとその音楽自体がじゃあメロディーとアンサンブルの2つ組み合わせたものが音楽のね、あの一つのパッケージの形だとすれば、もしかすればそれにまた違う要素が入ってくるかもしれないし、そういう組み合わせのバリエーションによってその限界の数字っていうものがまた変化するかもしれないしね、だそれはもう人間はもう刺激が大好きだから、そうですね、だその度に変わっていくとは思うんだよね、まあその都度ね、なんか置いてなんかそれに追いついていかなくなるんじゃなくて、どんどんどん面白いものを楽しんで、どんどんどん刺激的な、ね、その音楽ライフだかエンターテインメントライフだか、なんかこの先も俺はかじりついていきたいなと思って、まあかじりついて、まあ、作り出せるものが一番いいけど、うん、作る人間はほらやっぱもうアドレナリン中毒じゃないけどさ、いけないと思うんだよね、そういういかれた、あのエネル、あの脳みそのエネルギーがいかれた作品を作るわけだって、あの教科書に向かって書き写して作るものじゃないはずだから、そういう常識をね、どんどんもっともっとこう変化させていくようなクリエイターがどんどん増えてくればね、で今なんて音楽市場がすごい下がってきてるから、下がってきてるっていうのは悪いことじゃなくて、あの飯食えなくなった音楽はいっぱいいるかもしれないけど、それは新しいいろんな音楽を作る人間がそこに入り込めるチャンスもあるけど、敷居が下がったってことだから、そこでどんどん面白いクリエーションをして新しいエンターテインメントを育て上げるっていうことが今の時代のやるべきタイミングだと思うんだよね、ターニングポイントも来てる、ああもう来てると思う、うん、とるかもしれないですね、うんうん、ここであのそれでもアメリカの音楽を、あのコピーして遊んでるのか、それとも全く聞いたこともないようなサウンドを追求して、それが何かしらのエンターテインメントとして引っかかって世に広がっていくってことも十分ありえるし、話がガロッと変わりますけど、この前デュランデュラン愛想で早かったの残念でしたね、ちょっとね、その前のバーで長いし、ねね、ちょっと盛り上がりすぎちゃって、
あれはでもね、まあまあ会えなくてよかったような気もするんだけどね。どうせ、まあ、哲也ね。え、何そういうことよ。哲也もしっぽりやな、いい感じで飲めたからいいと思う。いやいやいや、なんか、まあ、誤解があるようなので、まあ、まあ、はっきり言うとなんか、なんか逆ナンされちゃってね、なんか外国人の綺麗なお姉さんに。まあでもそれはね、逆ナンっていうか、なんか、おただだになんか お酒をおごらされたっていうだけだから。あそこだ、これ。ああいう、バーは、あそこサパーかな。サパーだ。外国人だったよね、サパーだ。あのもうほら女性に金、まあ、酒をおごってなんぼのお店だったんですよ。まあね、まあそんなにね、あの普段から僕もモテるはずないのにね、ちょっといい気になって、まあまあ、いやでも社交場だからね。まあね、まあいいんですよ、ただまあ次のヌラヌラ来日の時にはまあお話ししてみたいなっていう気持ちがあるんですけどね。そうだね、木村さんだってジョン・テイラーと仕事してんだ、ね、ジョン・テイラー、うん、そうそうそう、もうでも随分前だ、ね、もう本当に20年近く前なの、で、あれはどこだっけな、二子玉、うん、に、世田谷の二子玉ぐらいのスタジオがあって、うん、どなんだっけ、ダリラリー、あ、使ってたダリスだね、うん、うん、はいはい、ダリまで来てもらって、ジョン・テイラーダリか、わあ嬉しいじゃん、俺ジョン・テイラーがやったところで俺もレコーディングしてるわ。ちょうどあの時だ、ディラン・ディランが、うん、ちょっと活動をしてなくて、うんうん、ジョンがソロで活動した時のキャン、そのプロモーションで日本に来た時で、ギタリストがピストルズのギターだった。あ、そう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 、はい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 、覚えてる。そっか。でその時に僕がちょうどあの当時エイベックスと仕事してる時で、うんうん、でエイベックスにいつも無茶な、うん、あのミチユーロをギターに呼びたいとか、いろんなこうあのむちゃなことをエベスの人に頼んでて、うん、でそのうちディラン・ディランって話をしたら、うん、たまたまもしかしたら木村さんの知り合いの方が今日本のマネジメントやってるかもしれないですよ、で僕の姉さんみたいな、うん、あの音楽評論家の人がいると、うん、まあ、その人がマネジメントやってるって、うん、まだまだ欲深くちょっと、うん、人生楽しんでいきたいと思うんだけど、あの割とというかなんだか、うん、中学生の時には考えられなかったようなことがね、うん、叶えられたりとかしてて、うん、やっぱね、うん、人生生きてるといいことあるな、楽しいことあるなっていうのはまあ人生折り返しすぎて思うことですね、うんうん、まあ、あとはね、本当感心するのはさ、うん、山岡みたいにさ、うん、言ってみるっていうさ、あのね、うん、見に行くっつってやろうみたいな、うん、その発想の、なんていうの、違いみたいなものは、やっぱすごいパワーを感じるよね、うん、彼のね、それも楽しかったけど、リンキーのね、リンキーバーのチェスターとさ、ね、一緒にやったりとかさ、ああいうなんか、引きつける力っていうかね、ああいうのは、やっぱりその最初の一言、うん、言葉の一言なんだろうなと思うんだよね。そうですね。いや、今回ね、その僕のリミックスアルバムも、いや、本当にね、みんな、すごい方ばっかりだったんで、なんか頼むのはおこがましいっていう感じだったんだけど、だけど、まあでもな、なんかここぐらいしかちょっと思い切って言う機会もないしな、うん、と言ってみようかなと思ったら、うんうん、みんながね、なんか快諾してくれて、本当に言ってみるもんだなと思ってね、言わなかったらなんか、うん、いやそれはさ、それも哲也の今までやってきた音楽がさ、うん、やっぱり、まあその声とかさ、そのボーカルのスタイルもあると思うけど、うん、やっぱり日本で特殊っていうかね、うん、アイデンティティ持ってるからさ、やりがいがあるっていうかね、嬉しいです、ね、一番大きいんじゃない、いや、それを続けてるってことの強さみたいな、嬉しいですね、今後とも。あ、そう、さっきね、山子さんの会の時にね、ブリッツエイジ復活させようっていう話になって、あー、ね、いいんじゃない、ね、ね、やりましょう、ね、ね、うん、やりますか、うん、ね、多分ね、結構ね、なんかあれまあ、ライブ2回しかやってないけど、うんうん、あれ見てさ、なんかあれやんないのって人多くて、うん、でもそれなりのインパクトを残したんじゃないかなとか思うからね、なるほど、あのライブで、うんうんうん、じゃあ今回は、そんな感じで終わりにしますので、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。哲也のリミックスアルバムぜひ皆さん聴いてあげてください。どうもありがとうございます。面白いやつがいっぱい参加して、そうですね、はい、それでは、また次回まで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。Tokyo Borderless TV.